女子 100m ハードル予選は最終組の第6組が行われます。アニアマさあ、塚本さん、そして一塁の高橋さん、塚本さんは 400m ハードル第2位、成田高校出身、日本体育大学1着の速報14秒71、日本体育大学の塚本さんでした。以上で女子 100m ハードル予選が終了です。準決勝は13時50分です。